皆さんおはようございます。帝国になりましたので、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会を開催いたします。本日は寺島委員、中上委員、増田委員が欠席であります。前回の分科会では2030年のエネルギーミックスの実現に向けた対応についてご議論をいただきました。本日は4月10日に取りまとめられましたエネルギー情勢懇談会の提言を踏まえて2050年の視点を含めたエネルギー基本計画の骨子案について議論します。まず事務局から資料の説明をお願いします。それでは、資料の説明、最初に冒頭、少し時間をいただけまして説明をしたいと思います。iPad とあとはお手元に iPad のところで資料1の束と資料2の束があろうかと思います。で資料1の束がですね、エネルギー情勢懇談会提言の関係でございます。これが資料1から3ございまして、資料2の方がそれも踏まえました第5次エネルギー基本計画の骨子案でございます。で最初にエネルギー情勢懇談会の提言の方の説明をさせていただいて、その後に骨子案の説明を続けてさせていただきたいと思います。で提言の方につきましては資料1の1をベースにポイントの紙をベースに説明をさせていただきたいと思います。この分科会では2030年のエネルギーミックス、エネルギー基本計画を中心にこれまでご議論いただきましたですけれども、並行してエネルギー情勢懇談会、これを昨年の夏から開催をさせていただいてございました。でこちらは2050年に向けたエネルギーの将来像ということで、世耕大臣の指示のもとに懇談会を設置して議論をしてまいりましたが、9回の議論を重ねて4月の10日に提言をまとめさせていただいたものでございます。で資料1の1がポイントでございますけれども、まずはその2050年向けた情勢変化ということを捉えてございます。技術等の大きな可能性、2050年というのは30数年先でございますので、その中で言えば大きな可能性というものがございます。特にその、技術の可能性、脱炭素化への挑戦、こういったことが、エネルギーの分野でもできるのではないかということでございます。エネルギー転換、これにより脱炭素化への挑戦ということでございます。で主要国、欧米の主要企業もですね、脱炭素化への挑戦というものを標榜して、それに向けた、大胆な野心的な目標というものを立ててアプローチをしていると。いうことでございます。その意味では、エネルギー転換に向けた国家間の競争、こういったものが本格化しているということでございます。そういった大きな可能性のもとでは野心的なシナリオでアプローチをすべきではないかということがまず、一つでございます。で一方で、不確実性がございます。これは野心的な中で、技術等の大きな可能性あるわけでございますけれども、これは非連続の試みでございまして、不確実性が非常にございます。主要国においても野心的な目標を立てながら決めて、これを一つにするというようなことはなく、決め打ちをせずにさまざまな方法、多様な選択肢を考えているということでございます。一例を申し上げれば、最近の実情で、これは情勢の中でもかなり議論がなされましたですけれども、欧米諸国を比較をいたしまして、例えばその、原子力をやめて再エネで、アプローチをしようとしているドイツ、それよりは、英国、フランスといった全方位で、さまざまな選択肢を組み合わせて対応するしようとしている国が CO2 の削減といった点では優れた成果をこれまでのところ出してきているということでございます。現状経済的で脱炭素の完璧なエネルギー源がない現実の中では、あらゆる選択肢の可能性を追求するというアプローチが重要ということが指摘をされてございます。
で、その上で、やはりあの不透明性、ございます。地政学の情勢、地形学の情勢、国際的なそういった、リスクがさらに高まる可能性が指摘されてございます。その上でその技術間の競争の帰すというものは不透明でございますので、常に技術と情勢をしっかりと観察をし、開発目標と精査資源の重点を設定していく、最新情勢の下で重点をしなやかに決めていくということが重要という指摘がなされてございます。これをその科学的レビューメカニズム、これをしっかりと設置をして決めて、不透明性を払拭して検証する仕組みを導入すべきであるということが指摘をされてございます。それからこういったその複雑で不確実な環境の下でのエネルギー転換の中では、エネルギー政策の原則でございます 3S、 これの要請をさらに高度化する必要があるということでございます。安全でございます、これは最優先はもとよりでございますけれども、これもその技術革新とガバナンスマネジメントの改革による安全の革新をさらに高めていこうということ、それからエネルギーセキュリティ、資源の自給率ということでは、自国技術の重要性、技術の自給率の向上というものもしっかり対応していこうと、その上で選択肢の多様化を確保していくという視点が重要ということでございます。環境適合のフィールドでは、単に環境に適合するということではなくて、特に温室効果が削減の観点から脱炭素化への挑戦、これが求められるということでございます。国民負担の抑制につきましては、さらにそれに加えて自国の産業力の強化につなげていく、そういった視点が重要ということが指摘をされてございます。いわばより高度な 3E プラス S へ高めていこうというものでございます。でこういった大きな情勢変化と方針の下で、個別のエネルギーの選択肢についての指摘でございますが、やはり福島第一原発の事故を経験した我が国としては、再エネにつきまして大胆に進めていこうということで、再エネについて経済的に自立し、脱炭素化した主力電源化を目指していくべきであるという指摘で、その中で原子力依存度につきましては可能な限り低減をしていくということが適切であるという指摘がございます。再生可能エネルギーにつきましては、水素、蓄電、デジタル技術との組み合わせ、これをしっかりと進めて脱炭素化を目指していくと、さらに加えまして送電網の再構築、分散型ネットワークの開発が重要でございます。主力化に向けては人材技術、産業基盤の強化に直ちに着手をして取り組んでいくべきであるという指摘がされてございます。原子力については実用段階にある脱炭素化の選択肢として、まずは社会的信頼の回復が必須であると、でさらにこういったもののために、その安全性、機動性、安全性、経済性、機動性に優れた炉の追求、そしてバックエンドの技術の開発、これに取り組まなければならないということの指摘がされ、人材技術産業基盤の強化に直ちに着手し、真摯な責任ある取り組みこそ重要という指摘がなされてございます。化石につきましては、化石燃料については過渡期も引き続き主力の電源として、そのセキュリティ確保のための資源外交の重要性、それから火力、特に火力発電につきましては、天然ガスへのシフト、アリン海のような非効率の石炭、これについてはフェードアウトしていくべきであると、その上で、自国の優れたクリーンコールテクノロジー、これについては重要であり、その技術開発に傾聴していくべきであると、低炭素化、CCS などの脱炭素化へのとの連あの、脱炭素化を進めること、これと合わせて、資源国、エネルギー資源国とのエネルギー連携を図りながら海外供給を進めていくべきであるという指摘でございます。こういった全体を進める上では、我が国は総力戦で臨むべきであると、内政、外交、産業強化、インフラ、そして、金融を組み合わせた実行が求められるという指摘がなされてございます。本体については、その資料 1-2 以降にございますけれども、今のポイントの説明で変えさせていただきます。
で、こういった提言をいただきました。でこれも踏まえまして、資料2の方でございますけれども、第5次エネルギー基本計画の骨子案というものを整理させていただきました。まず資料2の1をご覧ください。骨子案の構造でございます。初めにからという部分と、それから第1章から第3章までに整理をしてございます。まず初めにで、指摘をしていますが、やはり現在のエネルギー政策の出発点でございます福島第一原発事故、これに常に立ち返り、その反省と教訓を踏まえて、対応していくという、その立ち位置を初めにで、表現をすることにしたいと考えてございます。で第1章につきましては、構造的な課題と情勢変化ということで、これはこれまでも、現行の基本計画でもこの枠組みになってございますけれども、まず構造的課題の部分、資源の大層を海外に依存している、人口の減少の傾向がある、温室効果ガスの増大、排出量が増大が続いている、こういったことについての骨格は、課題としての骨格は維持をしたいというように考えてございます。その上で、情勢変化と対応、これについては最新の情勢状況の反映ということで、記載をしていきたいと考えてございます。情勢の変化、状況の進捗を踏まえまして、2030年のエネルギー基本計画、ここの部分については3年経過をしたので見直し、2050年のシナリオを新たに加えて、それをどうするかを整理していくという、ここの立て付けの部分について第1章で表記をしたいというように考えてございます。で第2章は2030年に向けた基本方針と政策対応を全体として整理をしたいと考えてございます。第1節は基本方針、これの骨格は維持をしたいということでございます。エネルギーミックスの実現重視の対応、基本的な方針としての 3E+S、 それから各エネルギー源の位置づけ、再エネの最大限の導入、原子力については再稼働を重視した重要なベースロード電源としての位置づけ等々について、骨格を維持をしたいというように考えてございます。その上で、第2節でございますけれども、2030年のエネルギーミックス実現に向けた政策対応、政策の深掘りというものをそれぞれの分野に記載をしたいと考えてございます。第3章には新たに2050年に向けた挑戦ということで、先ほどご説明しました情勢項の提言を反映をしたいという、こういったフレームワークで進めていきたいというように考えてございます。資料 2-2 をご覧ください。具体的な骨子案でございます。最初は目次でございます。今申し上げた初めに第1章、第2章、第3章の立て付けが書いてございます。で特にその黄色で表現している部分が今回修正を加える部分ということで、アップデートあるいは新設という形で表記をしてございます。で1番めくっていただきまして、骨子案2ページ2ページというか骨子案の中身の方でございますけれども、初めにのところで、福島原発事故に常に立ち返る姿勢、それから黄色の部分は今回の検討の契機、あるいはどうしてこう修正することになったかという、そこの部分を最初に記載させていただきます。第1章の第1節の構造的課題、ここの部分については基本的に骨格を維持して対応をしたいということでございます。第2節が情勢の変化、脱炭素化へ向けた技術間競争の始まり、再生可能エネルギーへの期待、あるいはその革新が他のエネルギー源の革新を誘発しているような状況、可能性が高まっていること、こういったものを記載したいと考えてございます。技術の変化が増幅する地政学のリスク、3ページでございますけれども、シェール革命、再生可能エネルギーの価格の低下などの技術変化と地政学の変化、地形学の変化について記載をしたいと考えてございます。国家間、企業間の競争の本格化が進展していることをさらに追加的に記載をいたします。第3節、ここが2030年のエネルギーミックスの実現と2050年のシナリオ設計との関係でございます。2030年の基本計画エネルギーミックスについては、相応の蓋然性を持って示された見通しでございますし、日
日本の今の温暖化推進計画の削減目標の基礎となってございます。重要な指針でございます。またその中身についての進捗は3月26日のこの分科会でも整理をいたしましたが、道半ばの状況でございますので、こういった状況を踏まえて基本的な方針を堅持して施策の深掘りで進めたいということでございます。2050年につきましてはこの長期展望はなかなか蓋然性を持った予測が困難でございますので、野心的な目標を掲げつつ伏線的なシナリオによるアプローチで対応するということをここで関係として整理をしたいと思ってございます。その下の1から2、3、4、5は今のエネルギー政策、エネルギーミックスの進捗状況でございます。改善している部分、さらなる努力が必要な部分、こういったものについて記載をしてまいります。で、5ページでございます。ここから第2章でございまして、2030年に向けたフレームワークの中で基本的な方針1にございますけれども、 3+S、国際的な視点の重要性、経済成長の視点の重要性、こういったものについては基本的な骨格を維持して記載をいたします。日没の各エネルギー源の位置づけ、政策の方向性でございます。まず位置づけにつきましては、2030年までの再生可能エネルギー、原子力、石炭、天然ガス、石油、こういったところの記載については骨格を維持してまいります。散歩6ページでございますけれども、二次エネルギー構造の在り方、電気、熱利用の促進、それから水素のかきぶり、この辺も骨格を維持いたします。で、第2節がこういった2030年に向けた政策対応の深掘りの部分でございます。黄色の部分がまさに追加的に記載するところでございますけれども、資源確保につきましては、国際資源市場の形成、バリューチェーン、アジア内でのバリューチェーンの構築など、こういったものを新たに記載をいたします。ジョグメックによるリスクマネー供給の強化、これは法改正すでに行っておりますので、こういった追加的になされた施策を追記していきます。資源の調達国との連携強化、次のページにいきまして、国際 LNG 市場の構築、こういったものについても追加的に記載をし、メタンハイドレート、国内の資源開発という意味では、これの商業化に向けた技術開発、あるいは海底熱水交渉の資源量の把握等々について記載をいたします。コバルト等の安定供給の確保、こういったものも追及をいたします。省エネルギーにつきましては、IoT や AI、ビッグデータの活用、複数事業者の連携といった新たな省エネの枠組み、仕組みを進めるということを記載いたしまして、分野別にその対応を書いて、ございます。例えば運輸部門のところでは、次期燃費基準の策定、これは検討開始でございますけれども、こういったものについて追及をいたしますし、省エネ法の改正、現在国会に提出中でございますけれども、こういったものを新たに追記いたします。8ページをご覧ください。8ページは再生可能エネルギーの導入の加速ということでございまして、ここについてはかなり追及をするということで考えてございます。主力電源化に向けた取り組みということで、固定価格買取制度の導入以降、着実にその導入が進展してございます。足元では電力供給の 8% 程度まで拡大をしておりますので、今後もさらなる大量導入による主力電源の一翼を担うということが期待されるというふうに考えてございます。他方で課題も出てきております。発電コストは高止まりしてございます。賦課金は2兆円を超えるレベル、系統接続の問題、調整力確保の問題、解決すべき課題が明らかになってございますので、それについての対応を下記推進をすることで、主力電源化への布石を打つというような形で進めたいと思ってございます。その下は分野別にそれぞれコストの削減、分散型電源としての活用促進、規制の合理化等々について記載をさせていただいてございます。9ページに行きまして、黒丸のところがございますけれども、固定価格買取制度の在り方、これについては現在、見直しを対応中でございますけれども、そういった新たな記載、それから系統制約の克服、調整力の確保のための対応、日本版コネクト&マネージの具体化、検討中でものでございますけれども、こういったものを
変えていきますし、調整力の点では需給調整市場、容量市場の整備等々について新たに記載をいたします。福島の再生可能エネルギー産業の拠点化の推進についても追記をいたします。原子力政策につきましては9ページの一番下にございますけれども、社会的信頼の獲得に努めていくことが重要ということで、これは原子力小委員会3月のこの分科会でも報告をさせていただきましたが、さらなる安全性の向上、防災事故後対応の強化、核燃サイクルバックエンド対策、立地地域への対応、対話広報の取り組み強化、技術人材産業の基盤強化など総合的な取り組みを進めるということを追記をさせていただいて、個別のものについて、動きがあるものについて、黄色で、次のページ以降に記載してございます。福島の復興再生に向けた廃炉汚染水対策、福島における廃炉の拠点整備、これについても追記をいたします。普段の安全性の向上の面ではピアレビュー、産業台での連携強化等について記載をいたします。それから技術開発等を通じた原子力人材技術産業基盤の維持強化、現場力の維持強化、それから使用済み燃料対策については科学的特性マップを現在公表して国民理解活動、対話活動を推進してございます。こういったものについても追記をしたいというように考えてございます。使用済み燃料対策の関係では、貯蔵能力の拡大、これちょっと黄色で書いてないんですけども、ここについても官民連携のアクションプランを策定して現在対応中でございますので、こういったことについても追及する方針で臨みたいと考えてございます。核燃料サイクルについての政策の推進、着実に進めること、それから11ページに行っていただきまして、高速ログについては戦略ロードマップを策定して開発を進めていくということを現在検討中でございますので、それを追記いたします。文書につきましては、これはもともとは研究拠点の整備ということで現行のエネルギー基本計画では書いてございますけれども、一昨年末に廃止の方針というものを決めさせていただきましたので、それに基づいた計画的な廃止を進めるということを記載するということにいたします。それから、科学的根拠等に基づいた庁報、公庁広報、それから立地自治体等との信頼性構築のための支援の充実など、こういったことを追記をしたいというふうに考えてございます。化石燃料の部分、5ポツでございますけれども、高度化法、エネルギー需給高度化法、省エネ法に基づく、非化石電源化、発電効率の向上の実現、これを明記をし、さらに非効率石炭のフェードアウト、海外からの要請に基づく超長臨界の発電設備の導入支援、こういったものについて追記をいたします。石油産業関係で申しますと、SS サービスステーション対策、石油製品流通網の再構築、こういったものについての推進を書いていきます。それから6発の水素社会につきましては、昨年末に、水素基本戦略というものを、政府で決定をいたしました。それに基づいた対応というものを少し多めに書き込むということにしてございます。モビリティにおける水素需要の拡大の加速、それから国際的なサプライチェーンの構築、技術開発等々について書き込みをいたします。7ポツ以降、エネルギーシステム改革、これは今現在進めているものでございますけれども、電力システム改革、ガスシステム改革、着実に進めていくということを表記したいと考えてございます。エネルギー供給網の強靭化につきましては、これは国家備蓄、それから LP ガスの備蓄の有効活用等々、それから地震雪害などの災害リスク等への対応強化、こういったものについても表記をしたいと考えてございます。それから二次エネルギー構造の改善、これは低コスト化、それからエネルギー産業政策としての新技術を実装した分散型ネットワークシステム構築、国際協力の展開等々について表記をいたします。14ページでございますけれども、第3節、戦略的な技術開発の推進、これにつきましては技術開発ロードマップ等々を
策定してございますので、その着実な推進ということを表記をしたい。その上で新たに出てきている革新的な技術開発の課題につきましても推進をしていくということを表記をしていきたいと考えてございます。国民各層とのコミュニケーションの充実重要でございます。現在は NHO の方でも対応しています。ウェブ等こういったものを使った効果的な広報、それからさまざまなステークホルダーが参加するプラットフォームの構築、こういったことについての対応を追記したいというふうに考えてございます。15ページ以降が第3章でございます。これは先ほど申し上げましたエネルギー情勢項の提言を反映して書き込むということにしてございます。基本的には提言の中身の重要なところを追記いたしますけれども、野心的な複数シナリオの採用、2050年シナリオの設計としてのより高度な 3+S 科学的レビューメカニズムの設置での検証、エネルギーシステム間でのコストリスク検証をベースに検証を行っていくこと、それから各選択肢の課題解決方針をそれぞれ書かせていただきたいというふうに考えてございます。こういったシナリオ実現に向けては最後の部分でございますけれども、総力戦による対応が大事でございまして、エネルギー政策のしっかりとした展開、国際連携、それから産業強化とエネルギーインフラの再構築、資金メカニズムの再構築、こういったことを進めていくということを記載したいと考えてございます。以上でございます。実は私エネルギー情勢懇談会に参加しておりまして、そこで私が発言した内容をまとめて一枚物に皆さんのお手元に渡っていると思うんですが、エネルギー情勢懇談会を通じての視点というペーパーです。それから2枚目に CO2 のグラフが出ておりますが、この2枚を使いながら私がどんな発言をしたかということを皆さんに参考にお話をしたいと思います。皆さんと見解が違う部分は非常にたくさんあると思いますが、お許しいただきたいと思います。でまず私は2009年から5回連続COP の会議に出ておりますので、最初に地球温暖化をずっとやってきたんですね。で2014年から今このエネルギーに関わっているという立場で、両方こうずっとこの10年近くやってきました。で私の持論なんですが、我々何やってんのかなというふうに考えたときに、究極の課題は化石燃料がなくなるということだと思います。石油は100年は絶対持たないと思うんですね。石炭は150年ぐらい持つかもしれない。いずれにしても化石燃料がなくなるまでに代替エネルギーを早く見つけないかんというのが再生エネルギーの基本なんだというふうに思いますし、特に化石燃料はアフリカなんかがこれから発展する上で身近にある石炭なんかは非常に重要な資源ですから、我々先進国はできるだけ化石燃料を使うのを少なくしながら、この枯渇をできるだけ伸ばすというのが最終目標だというふうに私は信じてます。で最終的には今の技術レベルから考えたときに、じゃあなんで代替できるんだと考えたら、再生可能エネルギーだけで代替できるというレベルに私はとてもなってると思いません。したがって私個人はサイクルをセットにした原子力をギブアップするわけにいかないというのが私の今の所見です。これははっきり申し上げました。それからパリ協定、2度 C 目標と2050年目標っていうのは、いわばその化石燃料枯渇のまでのその一里塚っていうか中間的な目標だと。化石燃料がなくなるまで地球温暖化は持たなかったということもあるわけで、一方で2度 C が進んでいるということだと思います。でちょっと2枚目のグラフをちょっとご覧いただきたいんですが、この地球温暖化 CO2 のグラフ、一番左端に基準年の1990年が出ております。でそのお隣が京都議定書の2008年から12年の目標値 6% 減。実はこれリーマンショックが
あり、2011年には 3.11 があってプラスマイナスの要素があるんですが、実力ベースでは達成できなくて、クレジットをこうあれして、あの加味してます。まあそれでもなんとか達成できたということなんですが、我々がこの前のエネルギーミックスを議論した時の基準年は2013年度で 14.1 億トンになっております。でこれを30年で 26% 削減という目標にしました。ただ 26% は京都議定書のベースの90年比でいうと 17% 削減です。で右端がこの2050年の8割減なんですが、これご覧の通りどうやったら達成できるのかなというかなり絶望的になる数値でして、一番下にですね、産業関係の中で鉄とか化学というと非常にその電力をその使わざるを得ないというような部分がどうしても残りますよね。で一方でその自動車の電気化が起こります。あらゆるものの電気化が起こりますから、この非電力だけで2割は残りますんで、この電力化した上で電力は全てゼロエミッションにしないと達成できないレベルです。で実は2030年に前提になっているのが電気自動車とプラグインハイブリッドを合わせて 45% まで普及するという前提で入ってますから、これでその 26% 減ですから、まあかなり厳しいその状況にあるということはご理解いただけるというふうに思います。したがって今の段階で再エネの主力だけで主力化だけで8割減というふうに向かっていくことは私はできないと思います。原子力火力の脱炭素化全てをこう逃げずに真正面から挑戦しないと8割減はとても達成できないと思います。でその次に50年の脱炭素化にはですね、当然ながら S プラス 3E が制約条件になるんですが、私は実は一番心配しているのが技術自給率です。再生可能エネルギー、今まあ2兆円を超えるお金が太陽光に使われてますが、ちょっと長くなりますけど、私の貴重な経験を話しますと、 3.11 の日に私は当時小松の会長だったんですが、社長と一緒に本社ビルに閉じ込められました。で2人で話をしたのは、これから電力厳しくなるなと、うちの工場1回電力半減してみようよと言って決意して、すぐ工場にその後指令を出すんですね。あらゆることをチャレンジして5割減しろと。でいろいろやりましたけど、結局なんかなかなかアイデアが出てこないから、もう工場をゼロから作り直していいからやれと。したら何と言ったかというとですね、そんなことをやるよりも土地とお金が十分あるんだから太陽光をやりましょうと。工場の空き地に太陽光を張って太陽光をやればすぐ5割減できますと言ったんですね。で私そこで言いました。それって君たちは汗と血を出してんのかと。お金と土地を会社が用意して、ただその当時ですから太陽光相当高いフィットですから、すぐ回収は明らかにできる。それ何のためにやってんだと。とにかく汗と知恵を出さないような電力削減はダメだと言ったんですね。一方で私どもは太陽光発電のシリコンを薄くスライスする機械は世界一のメーカーです。富山県に持ってますが、もうほとんどが中国向けに出荷されてるんで、その太陽光というものは日本の中でこう肝心な部分が作られてないことを十分我々知ってましたから、それは太陽光が普及するということはうちのビジネスがその中国経由ですけども、その拡大するんで悪いことはないんですが、こんなもんに本当に頼ってていいのかっていうのが私の貴重な経験です。したがって私は再生エネルギーはもっと革新的な技術、あるいは水素の追求、あるいは日本ならでの地産地消、結局小松の工場が9割減の電力を実現できたのは、工場を新しく作って屋根を低くする、冷暖房は全部地下水を使う、こう機械の一点一点はピーク電力をカットしてモーターはできるだけ小さくする、ありとあらゆることをやって電力9割減を実現できたんですけど、
結局それはバイオマス発電という森の間伐材を持ってきてバイオマス発電して熱利用するということまでやっての結果なんですが、私はこの国は地産地消に小規模の水力もそうです、だからバイオマスも大規模にすると外国材ばっかり使いますから、小規模なバイオマスでも森の復活と同時にできますんで、そういう生きたお金にしたいなというのが私の率直な気持ちです。それでその時に依存度は低減するんですが、まあ、政府は原子力の比重は限りなく可能な限り下げると言ってますが、私はそれを前提にして8割減がとてもできると思ってません。したがって原子力の重要性は変わらない、もっと国は原子力から逃げないでくれという発言をしました。で、逃げないということはですね、原子力っていうのは何らかの投資がない限り技術は維持できません。したがってそれは海外の投資案件で技術が維持できる部分がありますけども、やっぱりより安全なその原子力を追求しながらの投資、これがないと技術の維持もできないというふうに思います。それから CO2 削減は国内だけでは私はかなり難しいとコップに出ながら考えまして、結局日本の技術を使って二国間オフセット、これでどんどん海外の CO2 を下げて、要するに世界の CO2 を下げりゃいいんだろうと、エビデンスはこんなに残ってるということを開き直って言えればいいじゃないかというふうに思ってまして、海外投資と海外のその CO2 削減というものも同時に力を入れてやっていく必要があるというふうに思います。最後になりますが、2030年のエネルギーミックスは50年に向けた、あるいは2度 C 目標に向けたさらに一律化なんですけど、まずはマイナス 26% 削減は確実に実施する必要があると思います。そのためには再生エネルギーはもちろん原子力再稼働、使える手段をあらゆるものを駆使して実現する必要があると。それからもう今回の議論から私はエネルギーと地球温暖化問題を別々に議論してたらダメだというふうに思います。今まあ環境省今日も出ておられますけども、外務省も出ておられますが、エネルギーと CO2 は不可分です。それから国の立場をもっとはっきりしてほしい、特に原子力に対する国の立場をはっきりしてほしいというふうに、強調しておきました。以上が私の情勢項による発言のまとめであります。それではここから今事務局から説明ありました件について、どなたからでも結構なんで、ご質問ご意見をいただきたいと思います。水本さん。ありがとうございます。今の坂根委員長のご発言に、企業の立場として全く賛同でございます。でこの骨子案は今回の基本政策分科会の2030年情勢項の2050年っていう議論を踏まえて、その不確実性の大きな将来を見据えた伏線的シナリオのそのベクトルの方向性、それから現実実現に対するマイルストーンとしての網羅的な提案になっていると思います。で 3E プラス S のバランスの中で、やはり企業の立場で強調したいことが3点ございまして、1つが電力料金で、2つ目が人材確保、そして3つ目が技術力だと思っています。で電力料金に関しましては、第3節4項に電力コストについての記載がございますが、燃料費とフィットのその買取費用の負担の総額が足元 6.2 兆円とございますが、この水準でも電気料金の負担はまず産業界にとって小さいとは言えません。で製造業の購入電力使用額っていうのは2010年を100とした場合、2015年で136と大幅に増えておりまして、その電力多消費型の中小企業にとっては存亡の危機になっています。で6ページの中段のところで、電気料金が大幅に上昇することがないように注視というような記述がございますが、産業競争力維持のためには
電気料金負担を十分抑制するよう努力ぐらいの、書き方をしていただけたらいいなと思います。で、2つ目の人材なんですけれども、原子力のところで、技術、人材、産業基盤の維持強化と記述されているんですけど、やはりもっと具体化していただきたいと思います。当社 IHI は原発メーカーなんですけれども、最後に原子力発電所を建設してからすでに20年が経っております。で、当時の設計製造建設の中核的な人材というのはもう定年を迎えつつあります。で、将来が見通せない中で技術継承が危機的状況にあって、やはりその原子力っていうのは建設から計画から建設までにも10年を要しますし、から除染とか廃炉というのを含めれば100年に及ぶ事業だという中で、人材の育成に関しても産業としてその魅力的であって将来性や社会的意義があるっていうことを示していかないと、とても人材を維持することはできない。そういう意味でその原子力についてやはり国として続けていくっていう明確な意思表示をしていただきたいなと思いました。から3つ目も技術に関してなんですけれども、その技術自給力、自給率を見るという視点非常に大事だと思います。で、その中でもう二国間オフセットってことで、これも坂根委員長がおっしゃったんですけれども、例えばその石炭の高効率化っていうのが日本がどれぐらい貢献できるかというと、今その全世界の CO2 発生第1、2、3の米国、中国、インドの全ての火力発電所の設備を日本の最高の高効率の発電設備に置き換えると、それだけで CO2 を日本が出している分全部に相当するっていう、そういう試算もあるわけですね。で、国としてはやはりこういうことを積極的に進めていって、その他国があんまり非効率な火力発電を導入しないような仕組みっていうのをぜひ作っていただきたいと思います。そういうこの3点で今坂根委員長がおっしゃったことに全く同意させていただきます。はい、それでは佐喜多議員。まず最初に坂根文化会長がですね、今お話をいただいたことに、私は消費者あるいは地域での普及啓発をやっている視点として、大変まず敬意を表したいなと思うことがあるのは、やはりご自分が企業の経営者として9割削減を実現させた、その上で今のエネルギーのことをきちんと考えて提言されているという、やはりその地に足のついた視点が大変説得力があり共感を呼ぶというふうに感じております。で、私は地域で普及啓発をやりながら、やはり私たち自身の省エネとかですね、支援に対する感度を高めていくこと大事ですが、地域開発の時のエネルギーの総合根本的な取り組み見方とかですね、やはりそういう地域にあっても総力戦、市民と地域づくりの総力戦で、この問題解決していかなきゃいけないというふうに常々思っています。ですから今回のいろいろな情勢婚の話の中でも、2030年まではしっかりと積み上げで、今の技術あるいは取り組みの積み上げで大事なんだけれども、2050年というのはかなりチャレンジングな戦略的なことも考えていかなきゃいけない、そのやはり両方ちゃんと視点に持ってやらなければいけないという、そこを強く印象に持ちました。それで今回ですね、やはり2030年のエネルギーの在り方に関するこの委員会として考えると、やはり私も地球環境の将来に対して日本がしっかりと責任を一端を担うということと、日本国内のエネルギー自給率をきちんと確保するという、やはりこれが基本に非常に大事だと思いますので、そういう意味で脱炭素化に向かいながら、その再生可能エネルギーとその原子力の安全を徹底した、そして依存度を低減しながら、ただし活用するという、そういうような方向性を条選校の方でも示されたということは、大変方向性としては大事なことだというふうに感じています。で、その再生可能エネルギーを今回しっかり使うということがかなり強く出ていますが、この2030年までのところにあたっても、私はやはり地域のエネルギーとしての
何を使うかというのは地域によって違いますので、その地域の個性を活用しながら、まあ、地方創生につながる話だというふうに本当に思いますので、やはり再生可能エネルギーをまず大きな電源として作ることも大事かもしれませんけれども、地域をしっかりと生かしていくというエネルギーとして活用していく視点重要だというふうに思っています。でなおこういうような社会になった時にそれをどういうふうに安定的に使うかということで、系統の話とか蓄電するんだといろんな話があります。で今回水素のお話、水素の重要性に関して、まあ、これまでの基本計画 の記載よりもずっと強めてですね、やはり水素戦略を導入したということは重要な意義を持っているというふうに私は感じております。で国家戦略を作る会議に私も参加を一員として参加をさせていただいた印象としてですね、3つ申し上げたいのは、やはり大量導入時代の安全規制のあり方をしっかり考えていただきたいというふうなに思っています。で非常にですね、安全に使うために細かい規制がたくさんできています。で安全は本当に大事なんですけれども、それをどういうふうにもっと総合的にきちんと分かりやすくやりやすくやるのか、一応国の視点で一回ちゃんと考えていただきたいということ、それともう一つ世界に発信する日本の意思を世界に発信するショーケースとして東京2020の機会を使うというふうに書いてありますが、これは本当に重要なことだと思います。時間があんまりありませんので、ポイント絞ってやはり福島のエネルギーをちゃんと活用しながら CO2 フリー水素を作るとかですね、そういうことをしっかり発信して国内国外に示していただくことが大事だというふうに感じています。であと3番目、社会を巻き込みながらこの水素の進行を図ってほしいというふうにずっと申し上げてきました。でやはりこの気持ちは変わりません。で今産業界の方一生懸命熱心に取り組もうとされ始めておりますけれども、これがやはり技術が定着してきたときに社会の方が水素ってやっぱり危険だったんじゃないのとかですね、やはり社会が一緒になって考えていかないといけない話だと思いますので、やはり常に社会を巻き込みながら技術を革新させるという視点を持っていただきたいというふうに願っています。でそういう意味で私は今回見直し案が出ていますが、この中で一点申し上げたいとしたら、もう最後のですね、国民とのコミュニケーションというところをもう少し厚くしっかりと書いていただきたいという、もうその一点でございます。でこの最後のところは水素の話だけではなく、全てのエネルギーの情報に関して、まあ、今多様なステークホルダーと書いてありましたけれど、多様な世代、まあ、若い方とかやっぱりみんなに関心を持って自分ごととして考えていかなければいけないことだと思いますので、そういうところをしっかりやっていただきたいというふうに心から願っています。よろしくお願いします。次は豊田さんですけど、ちょっと今佐紀さん再エネのバイオマスの話で私ちょっと説明し忘れたんですが、大規模なバイオマスすると、もう私の出身の島根県もありますけど外国材持ってきますよね。ですけど石川でやってみて、森があんだけその間伐もしないで朽ち果てようとしてる中で、間伐がとにかく必要だと。で間伐に補助金出したけど間伐しっぱなしで持ち出さないというところがあるわけですよね。そうするとそういう間伐材を使ったバイオマスの小規模なものだけでも、それは仮にですよ、少々国民負担が上がったとしても、それってものすごく意義があるじゃないですか、各地方ごとに。だから私はこの国のその省エネとかそういう再エネっていうのはね、大規模なものでこう考えていくと今のような中国とか外国財とかこうなるんですが、地産地消みたいなもので、であとは、ね、電力のネットワークをそのこうやっていくというような生き方にいかないと、この国の国益にもならないというようなつもりがあって言ったんですね。はい、それでは次は豊田委員。ありがとうございます。2050年に向けた脱炭素化の戦略を踏まえて今回の基本計画を見直すという発想は非常に素晴らしいものだと思います。今回の2050年の戦略という意味で、可能性と不確実性というのを強調されて、野心的であるけれども、複数のシナリオを持って、評価しつつ柔軟に
方向性を転換していくという発想も非常によろしいかと思います。まあ、そういう観点からですね、その3点ほどちょっと申し上げさせていただきますけども、まず主力電源化に向けて努力する再エネ、まあ、脱炭素化の柱ということで、まあ、これは大変結構だと思うんですけども、再エネのコストがどんどん下がってきているという中で、再エネのコストがどこまで下がるのかというのは国によって異なるということはよく認識しておいた方がよろしいかと思います。島国か否か、日照時間がどれだけあるのか、風力、風況はどうなのか、平地が多いのか山がちなのか、それぞれによってみんな違うと。で、したがって主力電源化に向けて努力するのは非常にいいと思いますけれども、それに向けて一方日本を現実的に見るとどうなのかという発想は、ぜひ忘れてはいけないことだと思います。まあ、そういう観点から、現在の基本計画を見ると、なんとか再エネのコストを下げない限り、エネルギーミックスが見つけられ、実現できたとしても高コストになってしまうと、毎回申し上げますけれども、もうすでに全量買取制度で今後20年で50兆円というコストを国民が払うことをすでにコミットしているわけです。電気代を下げるのは原子力の再稼働なんだと、まあ、N 庁の資料によれば一基再稼働すると350から600億円のコスト低減につながるということですので、原子力と再エネが対立構造にあるのではなくて補完構造にあるというのは強調していただきたいと思います。その2番目が原子力そのものでございますけれども、この50年の長期の観点から見た、今坂根文化会長が言われたお話ですけれども、私自身も脱炭素化の第2の柱としてですね、原子力は最低維持すべきであり、再エネの動向によっては場合によっては増やすことさえ考える必要もあるのではないかというふうに思います。今の状況を見ると中国とロシアだけに原子力を任せるような状況になってしまいます。安全度を追求という点も非常によろしいかと思うんですけども、これは安全度を追求しているだけじゃダメで、安全度を導入していく必要があるんで、まあ、新増設にもつながる議論だというふうに私自身は理解をしております。まあ、そういう観点からこの NEC でですね、まあ、私も書いていただきたい一つとして、今佐喜多委員の言われた規制の話があると思うんですね。で、まあ、IAEA の言い方を使うと規制の最適化という言い方です。規制の最適化というのは、まあ、規制を導入してプラス面とマイナス面を見て、プラスでない限り導入しないという、そういう発想をですね、そういう観点から去年、IAEA は日本の原子力規制庁の規制の体系というのをレビューしていて、さまざまな点からこの最適化に向けた余地があるということを指摘しています。で、規制庁もですね、それを踏まえて今オスタディグループを使っているという作っているということは聞いています。そういう観点から、むしろ原子力規制庁と IAEA のこういった最適化に向けた努力をエンカレージするような、そういう指摘も書いていただいてよろしいんじゃないかという気がします。3つ目ですけども、化石の扱いですね。で、過渡期は低炭素化に向けて努力するというのは非常に実践的な言い方ですけれども、化石過渡期で終わってしまわないで、これを化石をどう脱炭素化して使うのかという発想だと思います。これも今、文化会長やあるいは佐喜多委員が言われた、まあ、水素化という発想につながっていくんだと思うんですね。化石イコール、不良資産という発想ではなくて、化石燃料も、有料資産になっていくんだと。で、その
先頭に立つのが、まあ、日本の技術であるという、そういう発想をぜひ持っていただいて、ここでも書いていただいたらよろしいんじゃないかと思います。まあ、そういう観点から、これも非常にいい表現が50年戦略にありますけれども、過小投資問題への対応ということで、新しい技術への投資をどんどんしてもらう、これは原子力、再エネ、電池、水素、すべてだと思います。そういう観点から、この過小投資問題の対応というのは2030年を待たずにですね、今からでもやっていただきたいというふうに思います。原子力の安全度も2030年を超えてから考えるで遅いんで、今からぜひ進めていただくという観点でご議論をいただきたいと思います。以上です。それでは西川委員。はい、ありがとうございます。今ほど骨子案のお話がございました。再生エネルギーについては、2050年に経済的に自立した主力電源化、あるいは大量導入するという表現、一方で原子力については実用段階にある脱炭素化の選択肢というような表現で、現在の現実の原子力発電所の再稼働ペースで、こういう問題が解決できる表現になっているのか、また現行のエネルギー基本計画において、重要なベース労働電源と原子力が位置づけられているところでありますけれども、原子力は主力電源ではないのか、あるのか、また一方で可能な限り依存度を低減すると16ページあたりに書いてありますけれども、これは現行の目標である原子力比率20%ないし22%を下げていくという意味なのか、原子力の位置づけが発揮しないなという印象を今受けながら骨子案をお聞きしたところでありますが、いずれにしても、非常に分かりにくく、なんか混乱がかなりきついというふうに今感じながら骨子案をお聞きしたところでありますが、今坂根委員長がいろんな理念と個別具体のお話をおっしゃいましてですね、その意味はよく理解いたしました、敬意を表するところでございまして、かなり委員長のおっしゃってたお話と具体に分かれていることとのギャップを表現上残念ながら感じるような感じがありますが、そのギャップを埋めていただく必要があるかなと。そして実際一般国民あるいはメディアの受け止め、あるいは表現などを見ますと、委員長がおっしゃるようなそういう問題意識が明瞭にどこにも出ていないことが多いんですよね。何かはっきりしないという曖昧なものがずっとこの10年近く続いていると、ここをぜひとも明瞭にしてほしいと思うんです。そこでまずその前提として、一つこの骨子案等にもございましたが、福島のを経験したと、これをどうするんだと、立ち返るんだという話がありましたが、本当になんか立ち返ってしっかり見たのかという話ですね。まもなくオリンピックの年ぐらいになりますと10年近くになりますけれども、もう一回何が原因で何が問題だった、これは問題じゃないと、これは問題だった、あるいは今やっていることはどう続けてどう解決するんだということを国民の皆さんにですね、はっきりもう一回お示ししないとですね、ずっと曖昧なままに来ているということを懸念をいたすものであります。これが1点であります。それからエネルギーミックスに関しては、原子力については非常に大規模なプラントを長期スパンで作っていくということでありまして、あらゆる社会問題地域問題を解決して実行するものでありますし、一方再生可能エネルギーは小規模で分散的で、あらゆるところでも、もう極端に言うと塵も積もるって一定の成果を上げて目的を達し、それをまた試行錯誤で一つずつ良くしていこうという、そういうタイプの技術ですから、同列にやや論じられていてしまってですね、ものの準備のスケジュールが全然違うものをですね、一緒にやっていたのでは、再生可能エネルギーにはこれは適しているかもしれないけれども、原子力などの課題にはほとんど
適しないようなアプローチになると思えるわけであります。特に再生可能エネルギーのいろんな課題、これは全て最近のいろんな課題なんですけれども、それを解決していくというのが大事ですけれども、原子力についていろいろ課題が出ていますけれども、使用済み燃料や放射性廃棄物の課題など、もう20年も30年も前から課題だと言いながら、これを十分な手をつけているというのが、それができていないような印象を持つわけですよね。具体的なプロセスがあまり見えない。これが社会的経済的また科学的なしっかり裏付けをしないとですね、単なる後ろ向きの非経済的な、なんか後始末の政策だったの、そういうようなことでは若い人がこんな分野に立ち向かう気力は生じませんし、またこれからのこういう原子力エネルギー問題の次の発展段階にも役立たないというのは、こういう状況にありますから、ぜひともこれは最先端の科学技術を尽くしてですね、具体的なそれぞれの問題をどうするんだということをこの段階で今まさに示すべきかなと、こんなふうに思うんです。16ページに原子力について安全経済機動性に優れた炉の追求とございますけれども、これ2050年の将来像ということになりますと、原子力にとっては今何をしないとこの将来像が実現できるのかできないかという課題であってですね、自然再生エネルギーなど全然性格の異なるものであります ですので、ぜひ着手をするといいますか、それぞれの課題について着手をし、具体的な作業を進めるということが大事かなと、こんなふうに思っております。いずれにしてもいろんな課題ありますけれども、原子力に対する方針、世論任せにはしないで、将来の明確な見通しをお示し願ってですね、社会的信頼の回復とおっしゃってますけれども、この地道にこう何をやっていくのか、その精神論との間に何もないんですよね、方法論が。これでは世論は曖昧なままに宙ぶらりんに置かれるという状況でありますので、こういう状況では当面する40年超運転の原子力発電の再稼働とか、いろんな問題にですね、どう地元として対処したり行ったらいいのかと、いろんな課題が出てくると思いますので、ぜひともこの問題に果敢に具体的に積極的に記述をし、お取り組みを願いたい、そういうことをお願いしたいと思います。ここですが、今の原子力について私は2030年のエネルギーミックスを議論するときには、原子力についてあえて私は自分の今言ったような考えはこう抑えて、とにかく新しいもんがいいんだと言った途端に国民がじゃあ古いもん全部やめてくれなんていう極端な議論にすぐ走る国ですから、私はあえて抑えてきましたが、今回2050年という話をしたわけです。地球温暖化問題と原子力問題は切り離せないですよね。ですから ここで国が2050年の地球温暖化問題をどこまでその、真面目にというかまともに受けて立つのか、そこだと思いますね。これを本当にやる気ならば、この原子力問題を避けてはもう成り立たないと思います。だからしたがって、今までの議論、地球温暖化問題とエネルギー問題を別々に議論してきてると思いますけど、それではもう答えが出ないと、私はもうその政府の関係の大臣にもそういう主張をしております。それでは次、工藤